皆さんこんにちは、着物節チャンネルの石田節子です。本日はたくさん今回春に向かって、はい、まあ、春とか夏に向かって仕入れましたので、はい、それをご覧いただきたいと思っております。はい、いつも通りに3点ご紹介をちょっとコーディネートしてちょっとご紹介してみたいと思っております。まあ、時期的に4月とか5月とかね、それにかかるような時期の、そうですね、お召しいただけるような季節ですね。まあ、はい、まあ、どちらかというと4月やってるから5月に向けてという、はい、コーディネートを見ていただければと思います。なんか今日、はい、でもそう言われてみると節子さんもなんかコーディネートがちょっと涼しげな、全体的に。そうなんですよ、今日はこれ、はい、岡野さんって博多織の、はい、帯のメーカーさんっていうかなんですが、はい、岡野さんが着物用に作った紬の生地で作った献上柄の着物になります。あ、本当だ。はい、でそれをちょっと着てみました。それはなぜかというと5月は端午の節句がありますね。なるほど。だからちょっと男の子っぽい感じでちょっときっぱりした感じにしてみようかなって思いまして、で帯がね、はい、実は私作り帯の本を出してまして、はい、最新世界文化社から、はい、でその本の中でもコーディネートこれでしてるんですが、うん、帯は作り帯なんですよ。あ、そうなんですね、はい、本と合わせて、はい、なのでこのアンデス の生地ねもらっちゃったから、はい、テーブルセンターみたいな、はいはい、であこれ面白いから帯にしちゃおうと思って、そういった生地を作り帯に作られて、はい、そうなんです。へ、だからこの後ろと前、はい、後ろで、脱着するんですけど、はい、ピョンって取れるんですが、まあ、それしか生地がなかったんで、はい、いろんな生地継ぎ足しながら、名古屋帯にすると生地が厚いので、うん、締めづらいので、はい、作り帯っていうのはすごく楽ですもんね。楽です。はい、紬の感じがこれ結構硬いんで、はい、逆にこういうものも合うのかなと思って、はい、アジア系にいいですね。はい、ね、じゃあその帯留めと帯締めもね、はい、で帯留めは組み出しって前からねよく言ってる、はい、組み出しの帯留め、これがのトンボ玉になります。なるほど。これもねアジアのどこかが忘れちゃったの、ごめんなさい、うん、どこか の大きいトンボ玉です ね。そうですね、はい、それで白にすると何でも合っちゃうでしょ。そうですね、白ってだから割と使いやすいんですよね、うん、民芸っぽいやつによくこう大きいもの合うんですよね、はい、大きいトンボ玉が、はい、で半襟も全部ねその作り帯の本の中から全部やってるコーディネートですね、私が一緒の、はい、なので半襟も片身代わりなんですよ、はい、これでこちら側だけが色がぼかしてあって、はい、こっちはもう無地になって、あ、無地なんですね。そうなんですよ、はい、だからさっぱりとさせていただく、はい、まああやめの季節だったりそんなこともあるので、うん、はい、で長襦袢ですね。そうですよ、はい、長襦袢はサラサにしました。ちょっとサラサ、涼しげな、はい、なんか色もちょっとなんか合うかなっていうので、うん、またねこれからこういうサラサのものも見ていただこうとちょっと思っているので、はい、アンデスの、はい、帯とかそういうものによくサラサって向こうから小当たりサラサって来たんですよね。だからサラサがよく似合うのでサラサの長襦袢にしてあります。はい、今日紹介の、ね、アイテムでもいくつかね、うん、はい、長襦袢のちょっとご提案もありますのでね、はい、その辺季節感を感じていただければと思いますので、そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ先生早速いきましょうか、はい、よろしくお願いします。はい、今回の新しく入荷してきた商品なんですけど、はい、まあ、5月といったら本当は合わせの時期なんですけど昔で言うと、だけど合わせちょっと暑いじゃないですか、今暑くなってきますよね。私は5月からもういいんじゃないって、もう一重とか、はい、夏物でもそんな透け感がないものなら汗こうかきながらね着てるよりは素敵かなっていうのがあって、うん、で今回ちょっとご紹介するのが、はい、こちらの泉織物さんの絞りなんですよ。これ、素敵な、こういうふうにもやって見えるんです、はい、これ絞ってあるんですよね。で生地もちょっとこのなんていうんですか、ちょっと透け感が透け感ありますね、うん、だからこれ夏物なんですけど下にこれ今引いてるのが長襦袢でこれが麻なんです。で麻でも今色がこう濃い麻があるんですよ、はい、でこういう濃いものをこう着ていただくとあんまり透けないじゃない。なるほど、そうですね、だから一重にすごく向いてるんですよ、うんうん、しかも別に夏着てもいいんですね。だけど、ね、今度これを真夏に着たいときは白い長襦袢着たらもっと透け感涼しげでいいですよね、はい、でそういうこれ1枚なんですがそれに合わせる帯が同色系なんですが、はい、沖縄の花織です。手織りですね、手織りの花織、はい、でこれをちょっと合わせ九数帯になるので芯を入れてお仕立てしますけれど、はい、ちょっと合わせて
あの涼しいで、これも心音が入ってしまうとそれほど夏夏っていう感じがちょっとしないかなと思うんですよね、うんうん、なるほど、うん、なのでこれ合わせてみました。そしてあの帯留めにあのキミトさん、はい、尻尾焼きのですね、はい、尻尾のブルーをパンと入れてちょっとここで目を引くような感じで、はい、なんか爽やかさを出して、で帯締めなんですけど、これ茶なんですけどですよね、はい、脇に実はブルーが入ってまして、ね、裏がブルーなんですよね。こうなるほど、はい、ですからそれもあってこう全部関連はついてるんですけど、ちょっと一色違う色を入れることでちょっと近しい色っていう形ですかね、はい、で帯揚げが何色か入ってる、ちょっと幾何学的な、うん、爽やかですね。そうですね、こっちが無地っぽく見えるので、はい、なんでこんなものを入れていただいて、まあ、これも夏の炉になりますけど、炉ちりめんですね。あ、素材は、はい、素材は、はい、でこちらがあの半襟なんですけど、あんまり季節感がなかなかね5月難しいんですね。出しすぎちゃうとそうですよね。そうなの、あの中間期だから、はい、で本来なら合わせってこう炉じゃないものを持ってくるんですが、はい、まあ、こっちがその一重なんで、うん、炉のあの半襟を持ってきました。なるほど。でそれで水玉にしました。あえて季節感をここであまり強調しないようにして、し、ね、はい、でこれとこれでなんか統一感を持たせてちょっと爽やかなイメージになるかなと思います。そんな感じのコーディネート。いやこれね僕結構好きなコーディネート。なんかこういう涼しげななんか、はい、グリーンとも言えないけど少しちょっとなんていうんですかね、こう、うん、爽やかな、ね、ブルー系の雰囲気が。そうですよね、やっぱりちょっと曖昧な色なんですね。そうですよね。で全部合わせることでなんかこう爽やかなポイントを作りながらも、うん、ちょっと渋い系入れたりすると、そう上品な感じもあって、はい、ちょっとこう楽しいですよね。楽しいです、はい、ね、どんなことが来たら似合うかね、はい、やっぱりお顔写りが一番いいのがいいので、そうですよね、はい、当ててぜひご覧になっていただけたらいいなと思います。はい、ありがとうございます、はい、では続きましてこちらのコーディネート、はい、はい、そうですね、はい、2枚目になりますけれども2コーディネート目、はい、はい、で、こちらはあのやっぱり同じ桐生なんですけど、はい、高道さんっていうところがあって、私そこも大好きで、はい、昔あのケビン の, あのおまむき通信で、はい、ケビンをご紹介したことがあるんですよ。覚えております。そこと同じところが折ってらっしゃる一重から夏向きの木尺なんですね、うん、でこのぼかしに全部折りで出てるんですけど、そうですよね、はい、でちょっとやっぱり透けるんですよ、ちょっとだけこういう黒子のところが、うん、なのであのやっぱりこれも、あ、今ねここにねお草履なんかもちょっと今回合わせてみたんですね、はい、後でこれもご紹介しますが、はい、その前にこのブルー、ね、をこう入れていただくと、これもあの朝なんですけど透け感もそこまで少なくなってくると、そうです、ね、これも一重から着ていただけるあの着物です、それに帯はね、はい、あのこちらがあの西村さんの博多織なんです。あ、そうなんですか、はい、これでこれ実は夏の用の博多で透けるんですね、はい、あ、本当だ、あ、すごいですね、はい、透け感も素敵ですよね、はい、色合いも黒と紫でちょっと粋な感じに品のいいなると思うんですよね。これもただこういうふうにあのお太鼓のところはかかってしまいますから、はい、二重になるのでそこまで透けないんですよ。あ、そうかそうか、前がまあちょっと透ける感あるんだけ ど, なるほど、でもまあ博多万能なんで、はい、まあ、あと透けない博多もありますから、うん、そっちもでもいいなと思ったんですけど、まあ、これが似合うかなと思これに、はい、ね、してみました、はい、それであのこの帯締めなんですけど、帯締めをなんかブルーと白のぼかしにすることで、はい、さらにこう爽やか度アップみたいな、うん、なんかなんとなくみんな似てる色なんだけど違うみたいな、そうですね、はい、コーディネートにしてあります。なるほど。でこの帯締めも本当に色変えちゃうと多分すごいこれ雰囲気がグラッと変わるでしょうね、はい、でもなんとなく私の中ではこれかっこいいかなと思って、うん、はい、してみました。あと帯揚げなんですけど、はい、これ面白いでしょ、鱗の柄、これね鱗なんです、これも鱗柄で、はい、この鱗、あ、鱗好きなんです ね, はい、で鱗柄がこう入っている水色とグレーのぼかし、全部入るわけじゃなくてね、そこだけ入ってるっていう、そう、ここだけ入ってくるのでちょっとこうあのなんかポイントに面白い、うん、鱗と格子と縞となんかこう幾何学同士なんですけど、確かになんとなくこう合ってしまうという、うん、はい、でここにもしちょっと女っぽさを加えたいんであれば、根付けにちょっと女らしいもの、なるほど、何か一つ入れたりするとか、勝負のなんかモチーフ入れたりとか、ね、お花入れるとねちょっと女っぽくなるかなと思いますけど、はい、であの半襟なんですけど、半襟もあの白の炉にブルーの刺繍が濃淡でしてある、はい、波模様みたいな感じなの で, そうです、ね、はい、
なので全体的には本当にスカッと爽やかみたいな、うん、なんか今みんなね、あのコロナでね、はい、なんかなかなか外に出られないから、うん、なんか私もそういう気分になっちゃって、はい、なんかこう夏になるのが久しぶりなんで、うん、夏大好きなんですよ私、はい、季節の中で夏ほど好きなものはないぐらい好きなので、うん、海大好きだから、だからついなんか力が入っちゃって、これからの季節ね、爽やかにね着てほしいなって思ったコーディネートで、半襟まで、しかもあのこの草履もね、うん、そうですよね、ちょっとつけてみましたけど、これも 木なんで、実はこれ草履じゃなくて下駄なんですね。あ、実は区分的に、はいはい、でここだけこうちょっとクッションが入ってるので、あの履きやすいし、でこれはあのイギリスのね、なんとかっていう生地、鼻緒に使ってるんですか。うん、そう、それを鼻緒に作ってあの告げたものです。へー、はい、面白いですよね。いや、でもね、お着物の柄とね、ちょっとだこの鼻のね、格子っぽい柄が、うん、わなびロードって言うんだけど、あ、日本では、これを、はい、合ってると思います ね、はい、だからこういうので着ていただいたらまた素敵だと思います、はい、あの冬も全然いけちゃう草履、草履っていうか下駄ですよね、はい、ご紹介ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では最後ですね、はい、3コーディネート目、うん、じゃあなります。そうですね、最後はですね、あの雰囲気ちょっと変わりましたね。大好きなんですけど、はい、沖縄の花織なんです、この反物が。こちらですね。で、普通花織っていうと冬の方がまあ多いんですけど、はい、これ透けてんですよ、この花織をわざとこうやって手織りなんで透かして、はい、あのここから透けるの、この横のこのものが、うんうん、だから夏なんです実は。季節的には、季節的には夏の花織、はい、で無地なんですけど色が微妙で、私もこういう色大好きで、ね、なんとも言えない、このパープルでもないけど、はい、ね、ピンクのちょっと混じった、そうなんです。でこの着るんだったら無地じゃないですか、はい、色無地みたいに見えるので、それならちょっとこうおめかししてどっか行くっていう感じで、はい、帯がこれ全部手刺繍の、これなかなか見れないんじゃないですか。そうなんですよね、こういうシャの、シャみたいな生地に全部手刺繍してある帯で、はい、まあどっちかっていうと古典的な古書時模様を帯にした感じなので、うん、歌舞伎見物だったりとか、ちょっといい、ね、そういうところにこれから出ていく時、パーティーとか、うん、そういう時にとてもいいコーディネートだと思って、はい、あのガラッと変えてみました、うん、はい、であの長襦袢もこの時は、あの、あ、これね、バッグも後でご紹介しますが、はい、あのベージュにしてあります。で、あの朝のベージュ、はい、そうするとちらっと見た時に白じゃないこっちの微妙な色にもこう対応して綺麗なんじゃないかなって、ね、品もあるしね、うん、あんまりこれで濃い色にしちゃうと品がちょっとあのこの、このなんていうか全体的なトーンが変わってしまうので、はい、上品な感じにまとめた感じ、うん、はい、でこの帯締めもなんか品よく合わせてみたいなと思ったので、はい、これグリーンなんですけど、グリーンと白、はい、であの甲組みたいになっておりますので、はい、なんかちょっと品がいいんですよね、こういう白が入って、そうですね、そういう組み方が、はい、なのでこれをグリーン、まあこういう中にもグリーンが入ってるので入れてみました、はい、で帯揚げはちょっとあのこのベージュが綺麗でしょ、ベージュグレーみたいな、あ、はい、と確かにこの、爽やかな、はい、水色で、これとこれのこう2トーンで、本当は3トーンになってて、ちょっと見せますけど、いいですか、あ、こっちもあるんですよ、全然違いますね、そうだからこの3トーンが見えるとまたそれはそれで面白いのかな、爽やか、爽やかでしょ、でさーっとしてるんで、はい、全体的に本当にこうパーティーとかに向いてるなーっていう感覚でコーディネートさせていただきました。半襟なんですけど、半襟はあのやっぱり色にこれ薄い藤色が入ってるのね、はい、それに露芝っていう夏独特の柄なんですけど、はい、あのそれが刺繍されている半襟にしてみました。だこれの濃淡の色で、でさらにここの中の色が入っている、うん、なるほど、だからあの品が本当に、ね、良くて、ちょっとこのコーディネートだけシーンがちょっと先ほどとね、うん、普段のコーディネートと違ってちょっと、まあ、そうですね、場面がね、そうだからいろいろに着ていただきたいなっていうのがうちの提案なんで、はい、まあ、この置物でも帯をさっきのね合わせるとどうなりますか、こっち合わすと、あ、またこれはワントーンみたいなね、粋な感じで、はい、はい、素敵になっちゃうんですよ、確かに、でやっぱこれが色無地だからなんですよね、うん、だから何持ってきても大体合っちゃうけど、自分のイメージの中でどういう風に着たいかを考えていただくと、きっとすごく楽しみが広がるんじゃないかと思います、うん、はい、で最後にこのタグもちょっと今回季節的にね、いいですよね、はい、はい、
よくオペラ見に行くとき、はい、オペラのなんだっけ、オペラバッグとか、はい、あれちっちゃいですよね。そうですよね。クラッチで、だクラッチでも全然似合っちゃうんですけど、はい、それの代わりにこうちょっと小ぶりのカッグなんかをお持ちいただくと、うん、これ築高斎さんっていうところ、湯布院の方で、ああなるほど、はい、作られてるんです。はい、毛利さんという方が編んでらっしゃるカゴになります。なるほど。はい、こんなの持っていただくとちょっといいですね。はい。いやでも僕最初のやつが好きだって言ってたんですけど、ええ、この3つ目ちょっとやっぱ好きかもしれないですね。一番だってさ、女子力アップじゃない、これ。いやこれは一番なんか女の人として、うん、なんか後ろこうお太鼓これしょって、はい、でこの感じであのアップにしてさ、髪の毛がこう見えてさ、はい、素敵な人を思っちゃうよね。いやそしたら私前もあって見たいなってやっぱ思っちゃいますね。気になっちゃいます。いや素敵ねってやっぱ私も思っちゃうから、うん、これ本当ね、色合いがやっぱ何とも言えないのってね。そうで、しかもこれ多分80歳ぐらいのおばあちゃまが銀髪で着られてて、かっこいいですね。すごい素敵です。確かに、はい、なんか私古典もすごく好きなんですよ、うん、あの古典昔ながらの、はい、でそれがここにあるために、ね、うん、やっぱりそういうふうに思うのかなと思います。なるほど、はい。なんか今回も三者三様のコーディネートでしたけどね、はい、皆さんどれがお好きかね、ぜひコメントとかでいただけると、ぜひいただいたら、ね、またそれによってご提案がね、はい、変わりますからね、はい、ご提案がまた変わります、はい、ぜひ皆さんお好みをコメントでお寄せいただければと思いますので、はい、本当に節子さんご紹介ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。なんかね、3点紹介しましたけれど、はい、これね、前の日からね、みんなで頑張ってね、やってんです。裏話。はい、裏話で、あのでもみんな楽しんでね、あの先生方もちょうどいると、え、何やの何やのって言って、はい、必ず入ってくださるんですよ、うん、こっちの方がいいんじゃないとか、なんかいろいろ言ってくださって、私も漫画主任やってやってるんですけど、あの皆さんが楽しんで、生徒さんもね、最近すごく、うん、うちおかげさまでたくさん来てくださっちゃってるんですよ。換気もしっかりしてるんですけど、はい、だからみんなね、何やってる何やってるって言って、そうすると、はい、え、それ見ていたい見ていたいってなっていらっしゃるんですよね、うん、で、わーそれ素敵ってやっぱなるので、はい、まあこういうこともなんか楽しいのかなっていうふうに思っております。いいですね。はい、だからなんか続けていけたらいいのかなっていう、あとなんかコメントもたくさんいただくので、はい、すごい嬉しいです。はい、だからなんか皆さんのコメントによって、ね、うちも、うん、どんなものを入れといたらいいのかなっていうのも考えられるし、うん、はい、あの本当にありがたいなと思ってます。はい、YouTube こうやってね、なんかお届けさせていただいて、皆さんからやっぱリアクションいただけるので、はい、それによってなんか実際の日々動いていく形がね、リアルタイムでこういう共有できるのでね。そうですね。あと季節のこともね、お話できるじゃない、はい、だからそれがやっぱり嬉しいなって、ね、はい、思います。またね、毎月1回必ずこういった形で新作のね、アイテムを紹介しておりますので、はい、こんなのが見たいとかね、はい、紹介してほしい際はぜひ YouTube のコメントにお寄せいただければと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあまた次回ですかね。はい、そうですね、次回は何かなということで、はい、またあのお楽しみにしてください。はい、またじゃあ次回お会いしましょう。次回お会いしましょう。よろしくお願いします。